はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、ちょっと今回もガチャ動画になりますけれども、麦わらナッチデビューガチャですね。まあ、一応表題としては飛距離くんお役立ちガチャという形になってますけれども、まあ、エビル高校のね配信が、決定しましたので、まあ、このね麦わらナッチはエビルでめっちゃ使えるキャラクターなんで、まあ、ぜひともね確保しておきたい、一人に、なります。で一応50連目まで行くと、まあ、麦わらナッチ1枚確定というところに、なってまして、であと30連目でね PSR が、1枚確定になってるんですけれども、ちょっとまあ今回この30連目のところでもし麦わらナッチが出てくれれば30連で終わりで、出なければ、まあ、50連の、SR 麦わらナッチ確定のところまで引いていきたいと思います。あ、一応一押しキャラとかで見てみる。まあ、コツはねまず祝福という形になっているのと、あと固有で補給骨がね、手に入れられるようになっています。あとまあ何がいいかっていうと、この金徳のねイベントが固定イベントなんですよ。その甲子園行く直前だったかな、なんかそこら辺でもう固定で起こるイベントになっているので、基本的にはイベント枠を圧迫しないはず。まあ、それ一応圧迫されるのかな、圧迫っていうか一枠としてカウントされるのかな、まあ、よくわかんないけども、本当に最後の最後でイベントが起こる感じになってるんで、まあね、その金徳の1イベント枠はほぼ気にしないで、まあ、OK というところと、まあ、あと普通のイベントもね回復イベントも多いし、であのこの麦わらイベントになって、まあ、ちょっと成功失敗はあるんですけれども、パワーヒの、ね、コツも、取れるようになってるし、であと金徳を取るときに守備力が直上げでプラス3されるので、まあ、そこでね、守備上限アップの、キャラと組み合わせると、まあ、さらに経験点効率も良くなるといったところで、もう相当強いキャラになります。まあ、あと、得意練習が守備と肩の2種類ですね。でエビル高校はねあと役割が結構重要になってきて、まあ、珍しいスナイパーというところになりますので、もう本当にもうエビルのために出されたキャラというような感じで、麦わらナッチはいますので、まあ、ちょっとね本当にこいつ1人いるかいないかで、まあ、だいぶ作れる選手の質が変わってくると思います。まあ、それほどまでに、まあ、エビルでは相性のいいキャラになってますというところですね。じゃあタンガチャの方でまずは R 以上のナッチ確定ということになってますので、まあ、例によってタンガチャ1回引いていきましょう。まあ、いつも通り普通の感じ、これはな R っぽいな。レア、あれ PR でもレアって出るんだっけ、なんかわかんねえや。じゃあ10連目、ここはまあ100個で引けるんで、まあ、飛距離くんをね、やる上でも、まあ、ちょっと麦わらナッチの分どうしても引けないやっていう方でも、まあ、この10連目くらいだったら、まあ、100個なんで引いてもいいんじゃないですか。 PR 以上の麦わらナッチが出るんで、ワンチャンワンチャンワンチャン来るかっていうとこ、真ん中あたりだな、全然真ん中じゃねえし、普通に PR でもレアだね表記は。あとはこいつが誰、ああ、あれちょっと待って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 、ここでマジですかここで来てしまったか、最悪このガチャで終わる可能性があるな。ちょっと見ましょう、せっかく出たんでね、せっかく出たんで。でまあ、麦わらナッチもね、あの通常のナッチから解放できるっていうところが、まあ、いいですよね。ちょっと全然予想外だったんですけど、得意練習は守備と肩の2種類持ちになってます。で、テーブルの方が、タック自体はどこまでいく、50で80ですね。タックが80で、敏捷ボーナスがついて、やる気効果もついて、補給骨も、ついてますというところなんで、経験点もあの練習ではかなりいいと思います。2種類練習持ちでタックが80までいくっていうのは、まあ、相当高いし、ね、基礎ボーナスも敏捷持ってるし、やる気効果もあるんで、まあ、1つ唯一の欠点とすれば初期評価がちょっと低いかなっていうところではあるんですけれども、まあ、イベントがね、まあ、若干多いっちゃ多いんで、まあ、そこで評価自体は上がっていくので、まあ、そうだね、今イベントの
まあ、いつ起きるかっていうのにもよりますけれども、あんまり気にはならないかな。で、コツの方が、これは一緒かな、ローボールヒッターと意外性で、特に、他のものは持ってませんという感じでいう感じで、どうし30連までは引きますか。30連まで引きます。 PSR がね、待ってるんで、まあ、6でもない PSR が出てきそうだけど、じゃあ、20連目いきます。はい、解放のためにね50連までっていうのもありだけど、ただナッチはね通常バージョンで解放できるんで、まあ無理やり50連まで引く必要はもう今のところはないですね。あ、雷だ。雷は PSR があるんで、まあそこまで頻繁には使わなくなっちゃったけど、一応解放用として、まあ悪くはないというところですね。雷もねコツがいいんだよねやっぱり。じゃあ30連目 PSR、 ここまで引きます。で、通常のナッチプラゴ1枚あったような気がするんで、まあ、PSR プラゴまで持っていけるかって言われたら多分持っていけないけど、出た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 まあそんな予感はしてたよまあでもいいです。というわけで、樽本とかまだいたんだね。なんか久々に見た気がすんな。じゃあそんなわけでちょっと30連で、まあ、終わってしまいますけれども、今回の動画はこれで終了したいと思います。ね、サクセス自体はすいません、ちょっとあのエビルが出たら頑張ります。エビルが出たら頑張りますんで、ちょっとそれまでは、ぼちぼち、なんかいいガチャが来たら引いていくみたいな、まあ、多分来週再来週あたりにはエビルが来ると思いますので、まあ、ちょっとねエビルが出たらちょっとサクセス動画も頑張っていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。